次は、ハリスとハリーです。だいたい今ハリスは3号から5号ぐらいを使います。ハリはこういうイガミの専用のハリだったりとか、こういう伊勢山の黒色だったりとか、だいたい黒いハリを使います。あとはこれチヌバリとかも使います。号数は、だいたい8号から大きいので12号ぐらいまでです。そしたら、結んでみたいと思います。これはもうハリス今結んでるもので、だいたいもう短くでいいんで50センチぐらいで十分です。ちょっと長いんで切ります。浮きをつけます。浮きはもう重りに、浮きと重りを合わせてもらえれば、これは3号なんで、ね、重りも3号です。こういうイガミ用の長い浮きを使ってください。うお、溶けたんだ。セットしてください。でこのカラマンボウは浮きの長さ、重りが下に来るぐらいの長さに合わせてください。